ふざけないでください。小さい子供にそういうこと言うなんて。それはこの子を介して母は言うんです。あなたが無理やりそこに座ることないでしょ。ちゃんと言葉で言えばいいんです。どうやって座るの？あなたいくつ離れてるんですか？あなたこの子にいくつ離れてるの？言いました。関係ないやんなこと。なんでこんな10以上離れてるんだから。あなたは絶対年が離れてる。自分で今そう言ったじゃないですか。なんでこんなシンプルがここに座っとってんのや。なんで俺立たなかった。なんでは、あんなちゃんね、子供に対してシンプルってその言い方はないですよ。ふざけるんじゃないですよ。いくつ離れてるんですか。もう本当に話聞いてて頭にきました。私はそう、それどこ離れてんの。どこが違うの。常識が違うんですよ、あなたに。違う、普通の人たちと。じゃあお酒臭い口でそういうこと喋らないですか。どうしましょう。小さい子供に立ててかかっているお客さんがいるので。あの一人の席に無理やり、一人子供が座ってる席に無理やり、あの座って、お酒を飲んでるおじいさんが。ああ、そうやで。だけどなんでこんなところにお前子供がチンパが座っとんねん。席を譲りなさいと。当たり前やろ、んなことお前。子供に対して暴言吐いてる。暴言暴言ですからね。暴言じゃない、ほんなら母親が立つ気変われよ、ほんとあんたが。そうやろ、母親。あなたの家行くとして暴言って言うんです。あ、それは間違ってる。怖かったよね、かわいそう。何がボール。なんでやねん。常識よかったやな、あんたら。あんたが常識ないんでしょ。違う。違う。子供座ってたんでしょ。みんな思ってますよ。あなたの人が違う。違うんだけど。それはね、日本のね、謝ったりしたら、子供を過保護してる。子供に何か言って、それで。今どうしたらいいの。私は相手を見てものを言ってください。今誰に言われたらいいの。あの時は